本とタイ観光チャンネル。旅を進める理由、人生を何倍も有意義にする方法、僕の話も聞いてね。皆さんこんにちは、日本とタイ観光チャンネルです。普段は日本とタイの観光地を紹介する英会話上達方法などのハウツー動画を作成していますが、観光動画らしく旅について語ってみたいと思います。いろいろな切り口があるわけですが、今回は以下の内容です。人の出会える範囲なんてたかが知れている。有限の人生は極めて短い時間しかない。旅をしなければわからないことだらけ。脳を刺激し、いつまでも若くいよう。スティーブ・ジョブズは旅で人生を変えた、やってはいけない旅の方法。では最初の、人の出会える範囲なんてたかが知れている、から始めます。質問です。人生の中で人間関係を安定的に維持できる上限人数というものをご存知ですか？ダンバー数と呼ばれるものですが、そこでは約150人と言われています。少なくも100人から250人の範囲と言われているのです。これを多いと思いますか、それとも少ないと思いますか？ネットでの出会いで友達になる、カップルになるというケースもありますが、そもそも仮に何万人と知り合えたとしてもあまり意味がないのは明白ですよね。またネットの問題点は、維持のための維持というか、どうでもいいネタでいつまでも引っ張るケースもあると思います。ソーシャルメディアの友達の数は膨大なのに、コメントはほぼなくナイスもまばらでは。つながりがなくなるのが怖いだけ、承認欲求が肥大しただけなのでしょうが、薄いつながりを増やしてもいろいろなものが見え隠れするだけと思います。一人になるのが怖いという人、何かを考えたくないというタイプのスマホ中毒もいるでしょうね。しかし時間や空間は有限であり、誰しもがどこかに限界はあるわけです。限られたパターンのリズムを変えるために、旅に出ることをお勧めします。知らない土地はもちろんのこと、過去に行った場所でも時間を置いて再び行くと発見があるはずです。スマホに集中して時間が過ぎるだけではなく、自分から動いてみませんか？私事ですが、旅に出ると地元の人によく話しかけます。雑談ではなく、いろいろと質問をするのです。すると皆さん、とてもよく教えてくれます。そうですよね、地元のことに興味を持ってもらうのは悪い気はしませんよね。相手に喜ばれ、自分も何かを知ることができたなら、良い時間を共有できたし、教えてくれた相手に感謝の気持ちが生まれます。特に普段人と話さない仕事や性格的に無口だとしても、旅に出ていろいろと話すことは良い刺激になるのではないでしょうか。知らない土地、知らない相手だからこそ自由になれます。しかし中には旅先で変な言動をする人がたくさんいるのは残念ですが、そういう人たちは大きな勘違いをしていると思います。どういうことかと言いますと、旅の恥は隠すでという言葉を誤解している人が多いですよね。知らない土地だから何でもありでやってしまえではいけないのです。これが海外だと、どうせ言葉がわからないだろうからという発想はもう、なんて小さな人間なんだというレベルに感じてしまいます。そうではなく、旅先のその馬鹿りの恥とは、知らないこと、知識がないという恥ずかしい状態でも教えてもらうことで、その恥は旅先で隠せる、取り返しておけばよいわけです。もう一つは、知らずにやってしまった恥ずかしい行動は繰り返さないぞという意味ですよね。繰り返しているようでは恥を持ち続けているのであり、これが一番恥ずかしいわけです。そのためにも現地のことを学んでおくことは大事な旅のコツの一つです。当然相手に対して礼儀は必要ですが、知らない土地でいろいろと知ろうとするのは普段とは違う自分になることであり、やってみてはいかがでしょうか。有限の人生は極めて短い時間しかない。人生を80年で考えると、長いですか短いですか？多くの人は年齢が上がると時間の速度が速まるように感じるはずです。だから年齢が上がるにつれて、人生は短いという実感が強くなると思うのです。なぜ短くなると感じるのか、簡単な例えをしてみます。どこかでドライブやサイクリングをしたとしましょう。知らない土地を走っているととても面白いと感じるのですが、皆さんはどうでしょうか？帰り道に同じ道を通ると時間が短く感じることが多いのではないでしょうか。つまり行きの道では知らない風景が広がっており、帰りはある程度の記憶があるから知っていることが増えています。これは久しぶりに通る道でも同じ現象となります。
あ、ここはこうだったな、へえ、新しい店があるという状態から戻り道はもう知っているので心は動きにくくなります。人が生きることも似ていて、若い頃は知識や経験が少ないことが多く、年齢が上がるにつれてそれなりに増え、だからさっさと次に行くようにもなるわけです。こうして次々と進むのですが、やることが多いときは時間の経過が早くないですか。しかしながら同時に大抵の大人は心がないと書く忙しいにとらわれていて、毎日毎日過ぎていきます。忙しいを盾にすれば忘れるとなります。自分は忙しいという人で、仕事ができる人を見たことがないのですが、漢字の仕組みを見ると確かにその通りだなと感じます。忙しくても忙しくなくても、多くの人は同じような内容の繰り返しです。ドラマや映画のような日常はなく、ありえないから映像になるわけです。日々の連続のはずが振り返れば単なるブロック単位となってしまい、その結果あっという間の1年になることもあるから、時間の流れを早く感じるのではないでしょうか。だから旅をして積極的にブロックを破壊するのです。ジャネーの法則は、感じられる時間の長さは年齢と反比例な関係にあるというもので、だから加齢とともに時間は短く感じられるというのです。いずれにせよ、若い頃は80年が長いと感じていたとしても、気がついたら50になり70になっているのが当たり前だと思われます。人生、そういうもんさ。実年齢が40、50になっても自分が若い頃に感じていた40や50とは違って、こんなもんかであり、あっという間だとなり、時間は過ぎていくのですよね。だから人生、そんなもんだってば。だから、先延ばしをせずに、今やれるならさっさと行動した方がいいですよね。いつかやろうは、結局そこに立ち戻る時間を繰り返すだけで、ただでさえ短い時間なのにさらに浪費してしまっているわけです。仕事で書類を山積させて忙しいをアピールする人の多くは仕事ができませんので、完全に AI に置き換えられることでしょうね。いずれにしましても、人生80年として、そのような日々を過ごして時間が流れ、ではいざどこかに行ってみたいと思っても70歳になっていたらなかなか動けないという人が多くなるはずです。お金はそこそこあるが、体がついていかない。もったいないと思いませんか。旅をしなければわからないことだらけ。人生は加齢とともに時間は加速して短くなるのは、知らないことが減るから、では積極的に知らないことを取り込めばよいということになりませんか。そうすれば何事も感じる時間は長くなる、短くなる。人間の脳に一番良い刺激がズバリ旅だと言われています。知らない土地でその土地のことを知り、珍しいものを食べて、海外だったら知らない言語に包まれるのは大きな刺激となるはずです。また、特に海外旅では想定外がよく起きます。バスが来ない、食べてみたらびっくりするほど美味しい、知らない人と挨拶したらニコニコされた、道を聞いたら丁寧に教えてもらえた、スマホをテーブルの上に置いていたら秒で消えた、ホテルのシャワーの調子が悪くて大変、スーツケースが来ないんですけど、などなど。旅の間は予想を超えることがよく起きますし、そしてどれも間違いなく脳を刺激しますよね。いつもと同じで家の周辺と職場だけ、あるいは同じ人たちと同じような会話と行動なら起きないことばかりです。脳はとっても欲張りで、いつも刺激を求めています。だから若い時からいろいろな方面にアンテナを張り、それは何なのだという探求心癖をつけておくことが良いと思います。旅に出て知らないことを知り、面白い、いや、へえ、そういうことなんだと繰り返すことは、欲張りな脳に応えることではないでしょうか。脳を刺激し、いつまでも若くいよう。欲張りな脳へは旅が一番です。そして脳は使った分だけ生き生きとします。この、使うということですが、疲労させるということではありません。ここを勘違いしないでくださいね。使うとは良い刺激を与え続けることであり、疲労とは例えば過労、そして情報過多という現代病で、とにかく映像を眺めている、文字を追いかけていることです。映画などの動画を早めて見る、文字をスクロールさせながらいつまでも追う。しかしこれを繰り返していると、多くの人は目を酷使していて、いつの間にか疲労していると思うのです。そしてそれほどの急激な情報処理を脳がするのも過酷なはずだと思います。疲労と情報過多、これは要注意だと思うのです。過ぎたるは及ばざるがごとし、これでは脳は若々しくなれませんよね。ではここで
ウーマンウェルネス研究会というところのアンケート結果を参考までに使います。皆さん疲れていますね。しかも合間でひたすら SNS を追いかけているから加速して悪化と思われます。疲れたからと週末は家でゆっくりと過ごしたいという気持ちもわかります。しかしその疲れはどこから来るものなのでしょうか。そこを冷静に分析することをお勧めします。過去に企業で働いていた時にやっていた考え方があり、それは疲れを2つに分けることでした。それは肉体的な疲れなのか精神的な疲れなのか、ここで両方だというようでは疲労の意味をちゃんと理解していないと思われます。何事も50-50で綺麗に分かれることはほぼないはずですから。だから冷静に分析という言葉を先ほど使ったのです。肉体的にどうしようもないことなら休息すべきです。しかし精神的に疲れたという時にはあえて動いて刺激を与えた方が良いと考えています。経験則としてその方が翌週に良い影響を与えられたのでおすすめするのです。体調が優れないなら休むべきですが、そこを冷静に分けて、実はそれが精神的なことだとしたら意識して動くことだと思いますが、いかがでしょうか。人間は長い歴史の中で物事は時間がかかるし思い通りにならないことだらけということを学んできました。しかし情報過多で判断できないストレス、またあれもあるこれもあるとなってしまい、問題を自ら先送りしたりもして SNS 依存も合わせて状況を悪化させているのが多くの日本人と感じます。現代は情報過多社会であり、一説によると江戸時代の人の1年分の知識が現代人は1日だというのです。お兄さん、そんなに知ったとしてそれで一体どうするんだい。テレビで雑学を競うなんとかをみたいなのがみな好きらしいけど、いろいろ知っているのがすごいのなら辞典やパソコンの方がすごいのでしょうかね。江戸時代の平均寿命は 66.8 歳で、今の日本人はだいたい84歳。長く生きるのに江戸時代の1年分を1日で取り込む生活って健康的なんでしょうか。どんなに頭が良いとしてもやがていろいろと限界が来るのでは。その証拠がちょっとのことが待てないというイライラだったり、指を酷使して腱鞘炎になってまで使い続けていることではないのでしょうか。よく言われるようにスマホを手放して旅に出ようというつもりは全くありません。しかし持っていても見ない時間は増やした方がいいと思います。そして仕事などで問題を先送りして心のどこかで気にし続けているのも病気になりそうなものです。外出や外食で精神的な疲労を取ったとしても、そもそも問題を先送りしていては繰り返すだけですよね。これは東方の持論です。解決しない問題は化け物になって追いかけてくる。先送りすれば別の問題と衝突し複雑化することがあるので、自分が動いてできることならさっさと退治しましょう。話を戻して旅のコツは移動速度を落とすことです。もちろん海外には飛行機を使いますが、旅先ではレンタカー、バス、レンタサイクル、徒歩のようにできるだけ遅くしてみましょう。あれ、年齢が上がるほど時間を短く感じるのに。はい、そうです。感覚としての時間は加齢で短くなっても、物理的な時間が変わるわけではありませんし、歩くことは脳に良い刺激を与えます。体に良い上に速度が遅ければ遅いほど身近なところの発見が増えるのです。わお、おいおい、身近じゃないだろ。面白いものを見つけたら、興味が出たら立ち止まれば良いのです。少なくてもこっちよりは楽しい人生です。旅好きな人は総じて若い雰囲気を保っていますが、それは脳が若いからであり、行動が若いからであり、肉体も同年代と比較して若いと見ていて思います。旅をして脳に刺激を与え、同時に体も使っていつまでも若くありたいものですね。スティーブ・ジョブズは旅で人生を変えていた。ようやく出番が来た。
アップル社の共同創業者の一人であるスティーブ・ジョブズがインドへの旅で人生を転換させた話をご存知ですか。1974年、アップルを立ち上げる2年前に海外に出ています。その理由が、自分はどういう人間なのか、何をするべきか知りたかったというのです。スティーブ・ジョブズの母親は未婚で彼を出産しますが、お金の問題で養子に出します。養子先の育ての親たちは一生懸命働いて貯金をし、彼を大学に進学させます。しかし彼は大切なお金が高い授業料に消えていくことに疑問を感じ、退学したのです。親の金をいつまでも当てにする人生の人と比べたら、もう考え方が違いますね。問題を正面から考えることと独立心、これがいわゆる成功者に共通することだと思っています。いろいろな悩み、迷いの中、彼は旅に出ることを決意し、アルバイトでお金を貯めます。そしてヨーロッパを少し回り、その後みすぼらしい服装でインドにたどり着くのです。ヒンドゥー教の本を読み、瞑想し、インドに7ヶ月滞在。そしてインドの田舎にいる人々は直感で生きている、彼らの直感は世界一というほど発達している、直感は知力よりパワフルだ、この認識は僕の仕事に大きな影響を与えてきたと振り返っています。ここで知っておいてほしいのは、スティーブ・ジョブズは旅を通し徹底して自己と向き合ったということです。全く異なる環境に自らを置き、自分なりの答えを見つけ、その後は世界のアップル社となるまで邁進したわけです。まあね、旅のきっかけは何でも良いと思います。日常からの脱出、気分転換、スティーブ・ジョブズのように。本気の自分探しの旅、本気の自分探しの旅。やってはいけない旅の方法。最後はやってはいけない旅の方法について2つ取り上げてみます。1つ目が前の話と矛盾するようですが、それが自分探しの旅です。はい、大矛盾とツッコミが来そうですが、あえて取り上げました。では説明していきます。それは自分探しがどれほどの深さなのかということなのです。一つ前ではあえてスティーブ・ジョブズのように本気の自分探しの旅と本気と入れていたのです。そうなのです、現実逃避なのが本当なのに、それをごまかして自分探しの旅飛びかしてはいませんかということなのです。会社を辞めて自分探しの旅に出たという人は多いと思いますが、自分探しで何かつかめたのかなと思うのです。旅先でそういう人たちに何人も会いましたが、話していて共通して感じたことがあるのです。それはあえてきつい表現をしますが、自分探しをしているという自分への自己陶酔が多かったからなのです。自分探しの旅は表現は美しいのですが、問題の本質を探さず自分を本気で見つめないのなら、違う表現でごまかしているだけに感じたのです。よく旅は人を大きくする、可愛い子には旅をさせようとも聞きますが、本人が何かを求めているようでないと難しいと思っています。特に人生を直視する本気タイプの旅でないなら、旅は人を大きくしませんと断言します。いろいろと見聞を広げることは良いことですが、他の人より知っている経験があるからといって人間のスケールが大きくなったのではないわけです。もし波乱万丈の旅だったなら、いろいろと気づいて変われるかもしれませんが、自分は成し遂げたの先に何を見つけて活かせるようになったのか、継続できるのかとなりますよね。会社を辞めた後2ヶ月かけて北海道を一周して私は悟りました。で、そんなことあるかいというのが本音です。正確に表現すれば、その人の悟りはいいのですが、話がすり替わって分かった気になってるだけじゃないということが気になるのです。ましてや空白の期間を履歴書にどう書いて、どう面接で話すのでしょうか。もし自分が採用担当なら、こういう人は原則として外します。だって行き詰まったらまたやりかねないので。それでは2つ目です。詰め込みすぎる旅も結局疲れたで終わってはもったいないですよね。日本人の多くは生き方そのものが典型的な日本型のパックツアーみたいでバタバタに見えるのです。幕の内弁当はいろいろと入っているわけですが、個性的かとなれば別に思います。バタバタしている日本人らしく、何もかもあれもこれもと詰め込むタイプが多いように見えます。あれもできる、これもできるという日本型のパソコンやスマホは世界からは消えていった。休暇の長さの違いがあるのは分かりますが、それでもフランス人やドイツ人の旅の方法は参考になります。1年に約1ヶ月の休暇があるというフランス人は、だから1年の仕事を11ヶ月でやるのだと言っていました。知り合いのドイツ人は旅の途中でこの浜辺が気に入ったと同じ場所に1週間とどまっていました。
確かに精度は違いますが、限られた時間だからとしても何を大事にするのか、時間の使い方をどうするのかは一つの参考になると思うのです。もったいないと思う日本人は多いと思いますが、そういう余裕のなさがかえって雑な時間の使い方になっている可能性も考えてみていいのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。いろいろと旅をおすすめする理由を話してきました。ぜひいろいろな場所に行き、いろいろなことを体験してほしいと思います。また皆さんの中にはこういう旅って面白いよねという考えもあると思います。特に外国人と話していてハッとしただとか、なるほどねということもありませんか。よろしければそのような誰かの参考になるような前向きな話を教えてください。バグじゃないですよ。批判のための批判など後ろ向きのコメントが世の中多いが、あとはマスコミみたいに部分だけを切り取り無理な拡大解釈をして全体をねじ曲げようとかね。この動画が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。